今回はグルエッティバッグ RGZ6101 バイオポッドウールキッズワールドトラベラーについて説明をします。まあ、このモデルのコンセプトなんですけど、まあ、キッズ用のスリーピングバッグということなんですが、まあ長さを変えて、子供の成長に合わせて使えるというような形のモデルになります。またキッズ用なんですけれども、しっかりとウールを使って調湿機能を持たせた、スリーピングバッグという形になっています。細かいスペックの話をしていくと、まあ、サイズの方なんですが、全長が140センチから伸ばした状態で180センチまで、で幅は64センチから、まあ細いところでも45センチという形になります。適応身長の話をすると、まあ、大体100から170センチぐらいまでのお子さんが使えるような、形になっています。トータルの重量が 920g、フィリングに関しては、シート状の、フィリングを使っているので、重量表記がありません。足首のボリュームに関して言う と、スタッフバッグの方はサイズ的には幅、直径が19センチ、長さの方は、まあ、圧縮した段階で20センチという形になります。容積的には6リッターですね。で素材の方の、話をしていくと、表面の素材に関しては、40デニールのポリエステルですね、ディープストップになります。で裏地の方は、これは起毛されたブラッシュの、ポリエステルですね、 100% という形になります。でフィリングの方なんですが、底面と上の方と全体的に 150g のポリエステルのシート状のフィリングが入っていて、で上のこの部分にだけは、60g のアルムールのシート状ですね、厚さ1センチぐらいのシート状のウールが入っている形です。で温度帯の説明に関して言うと、ユーロノームの方でキッズのスリーピングバッグの表記というのがないので、今回は定義できるデータがありません。ただ素材的な部分で言うと、だいたい3シーツのスリーピングバッグと同じような素材を使っています。じゃあ細かい説明の方に入っていくんですけど、大きく分けて2つの目的のためにいろいろと機能をつけています。1つが、まあ、保温の機能ですね、暖かい空気をいかにキープするかという部分の機能的な部分と、あとは快適性を保つための機能という形になります。まずそのうちの1つですね、保温性についてなんですけど、まあ、暖かいスリーピングバッグの特徴としては、まあ、足元のデザインというふうになっているんですけど、できる限り足の部分ですねが大きく、まあ、足が当たってフィリングが潰れて、まあ、そこからこう冷気を感じやすくなってしまうというのがあるので、そういった意味では足元にある程度大きめのスペースを作ってあげるということが重要なポイントになります。で快適性の方の説明をしていくと、まず第一に、お話しするのは多分アルムウールのシートのことですね。ウールを使っているっていうのが、まあ、グルエッティバッグの最大の特徴なんですけれども、まあ、調湿機能ですね、自分の水蒸気だとか汗とかを吸い込むことによって、まあ、温度をある程度コントロールする形ですね。それを吸い込んだり放出したり、そのスピードで温度をコントロールするというような形になっています。まあ、そのシートが、まあ、汗のたまりやすいこのトップシートのすぐ下の層ですね、この部分に汗が一番たまるので、そこにウールのシートを使うことによって、まあ、その調湿機能を効果的に機能させるというふうになっています。快適性の2つ目は、まあ、最大の特徴ですね、この足元のサイズを調整できるというふうになっています。まあ、このジッパーを開けていただくと、こういう形で50センチ近くポーンと伸びるようなデザインになっています。で3番目に関しては、まあ、この逆 J 字型のジッパーですね、あの横切るような形でジッパーがついているので、まあ、開口部が非常に大きく開きますので出入りが簡単です。またあのダブルジッパーの方、暑い時なんかはよく使うと思うんですが、下の方を開けていただくと、まあ、こういう形でスリーピングバッグの横を切るような形でジッパーが開いて、まあ、この上に足が乗るという形ですね、になってますので、
まあ、換気もしやすいですし、足も上に乗せられて、まあ、非常に快適に寝ることができると思います。4番目はこのジッパーの部分ですね。あのリテイナーテープといってジッパーがこう噛みづらいように、本体の生地をジッパーが噛まないように、まあ、リテイナーテープをつけてあるのでスムースに開け閉めができるようになっています。5つ目は、まあ、結構珍しいと思うんですが、外側と内側とポケットが2つついています。まあ、外側はあのパッと出したいあのヘッドランプなんかを入れておいてもらえればいいと思いますし、まあ、貴重品なんかはこの内側のポケットに入れてもらって、そんな形のデザインになっています。最後に付属品についてですね、コンプレッション機能のついたスタッフバッグがついています。